M&Ms はマースが販売しているアメリカ合衆国のチョコレートブランドの一つ。日本ではマースジャパンが販売。特徴としてチョコレートが砂糖菓子でコーティングされ、その上から様々な色で着色され、M の白文字が刻印されている。砂糖菓子でチョコレートがコーティングされているのは夏場などにチョコレートが溶けたり脂肪分が白く表出する。 ブルーム現象が起きやすい時期にも手にベタつかず食べられるようにしたためである。様々な派生商品が発売されている。日本では1987年より販売が開始された。M&MS チョコレートが含まれる MRE パッケージ内容物 M&MS が開発されたきっかけはアメリカ陸軍の兵士たちの要望によるものだった。南太平洋に展開していた。 陸軍部隊を観察官が視察した際、兵士が口の中で溶けて手に溶けないチョコレートを開発してくれ、単純で当たり前のことだろうと嘆願した。当時軍が支給する食料に含まれていたチョコレートは南太平洋の暑さですぐに溶けてしまい、甘いものを楽しみにしている兵士たちをがっかりさせていた。そこで試行錯誤を重ねて開発されたのが M&MS だった。 元々は、スペイン内戦の折に現地を訪れたフォレストマースが、兵士たちが砂糖でコートされたチョコレートで口を楽しませていたのを見たことに着想を得たものだが、1940年の帰国後に、彼の友人であるブルース・ムリーと共同で、米ニュージャージー州に工場を設置、二人の苗字の頭文字である M をつなげて、M&MS を商標として、 翌1941年より製造を開始している。ブルースは、ハーシー社長の息子で、この製品の権利の2割を保有していた。このため、製品は当時チョコレート配給権を持っていた、ハーシー社のチョコレートを使って製造することができた。太平洋戦争が始まると、陸軍は紙筒に M&MS を詰めたものを補給品目に加え、海軍もこれに従った。 現在も M&MS は軍の補給物資の一つとして扱われており、現行アメリカ軍のレーションである MRE 中にもこれが含まれるパッケージも見られる。後には宇宙食として宇宙飛行士にも支給され、1981年のスペースシャトル初打ち上げミッションの際にも積み込まれた。キャッチフレーズ、お口でとろけて手に溶けないは日本でも有名。 M&MS の主な製品は下記の通り。M&MS のパッケージにも描かれる特徴的なキャラクターはスポークスキャンディと呼ばれている。1954年に最初のレッドとイエローが誕生し、同年にテレビコマーシャルに登場してデビューしている。広告における彼らは青の M&MS の登場と同時期にコンピューターグラフィックスに切り替わった。 これらのスポークスキャンディーのチームは、その色ごとに異なったキャラクターが与えられている。ミルクチョコレート M&M ズのマスコットで、皮肉屋のレッド。ピーナッツ M&M ズの幸福かつまぬけなマスコットの、イエロー。これが最初に登場したキャラクターである。その後に加わったものとして、アーモンド M&M ズのマスコットの冷静なブルー。ダークチョコレート M&M ズのマスコットの魅惑的な、 グリーン。クリスピー、M ・エム・エムズのマスコットのややノイローゼ気味のオレンジ。その他にも何色かのキャラクターがいたが、これらは登場から比較的短期間で姿を消した。これらスポークス・キャンディ中における女性のキャラクターは、長らく緑が唯一の存在であったが、第46回スーパーボール中における広告で新たに事務的な女性の チーフチョコレートオフィサーのブラウンが加わった。ありがとうございます。